浄化開始。おいで、一緒に行こう。おいで。はっ、せいさん、落ちろ。一戦。よっ、せい。はっ、せいさん。はっ。くっ、せい。落ちろ。くっ、せい。くっ、せい。はっ。はっ。邪妖にもどんくさいのはいるもんだな。なんか戦闘意欲そげた。
リボンに何か書いてあるな。コランティーヌ。ストップ。また顔面強打すると。気をつけろ。もう助けてやらないからな。なんだよ。君、商人なの？初めて聞くじゃ用語だな。なんとなく言ってることはわかるけど、お安くしとくから買ってってことね。何？ロジエクロック？なになに？私がお金持ちだって？これお金じゃなくて血を貯めてるんだけど。ほう、お金の代わりに血で買い物させるのかい？君、よりしろを扱ってるんだね。よりしろは妖魔の慈しみ。これに血を与えればセルバンにできる。戦略が広がるのはありがたいね。こいつは助かる。毎度ありみたいなこと言ってるよね。こっちこそ。コランティーヌ、また世話になるよ。君、コランティーヌって言うんだろ。リボンに書いてあるよ。
貫く。天下飛ぶ。はっ、生きた。天食事の時間だ。食事の時間だ。チアルピエリア。チアルピエリア。はっ、切り裂く。ほっ、てりゃー。ふっ、はっ、てりゃー。食事の時間だ。ふっ、ふっ、はっ。チアルピエリア。ハッテンタ、生きた。ハッテン、フッテンタ、飛ぶ。ハッテンタ、飛ぶ。ハッ、生きた。ハッテンタ、落ちろ。切り裂く。フッテンタ、落ちろ。いるわ。
事の時間だ。どちらになった？ただいま。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
浄化開始。逃がさないからな。ユリーテスの指輪返しなさい。なんかべちょっとしてる。洗ってから持ってこう。その指輪がリュリーティス様を落ち着かせる効果があることを切に期待しております。
気にしないから入っておいでよ。そこ寒いだろ。だって恥ずかしいもの。女同士なのにな、変なの。お待たせ。はい、どうぞ。私のお守り戻ってきたのね。喜んでもらえて嬉しいよ。そんなに大切な指輪だったんだね。あのさ、聖女なんかやめて普通の司祭に戻らない？また一緒にいろいろな場所に行って邪妖を狩ろう。何も聖女だけが夜と戦う方法じゃ。やっぱりこれアーナスが持ってて。だって大事なものでしょ。ええ、また落としちゃうといけないからアーナスが預かっておいて。今日はいろいろありがとう。紅茶かけちゃってごめんね。お洋服明日の朝には乾くから。おやすみなさい。ちょっと、勝手なんだから。なんか体が重い。リュリーティスのせいだな。ものすごく読みたくないけど。何聖女がなぜお前に指輪を預けたのか理由を少しは考えろ。お前はバカか、ブラザーより。バカで悪かったな、バカで。何がブラザーだ、人の人生覗き見しやがって、この変態。いつか見つけ出してぶん殴ってやる。ん？ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。
ョルドに血を奉納する。これでイワシッと。なんだ？エージェントアーナス、その剣を、妖魔の剣を。違う。三剣の章ですね。妖魔の剣は血を集め、主を助けるための姿に変じるのです。エージェントアーネス、その妖魔の剣、元はあなたの血ですね。まあね。どうかしたのですか？いや、何でも。妖魔の剣と妖魔の霊槍、これで二つの力が揃いました。こうして血を集める限り、これから先も紫の血に魅せられた血があなたに必要なものをかたどってゆくでしょう。時間ですね。手伝ってくれてありがとう。それが私の役目ですから。起きるか。おはよう。おはようございます、アーネス様。あの、アーネス様、時々徹夜しているみたいだけど大丈夫？蛇妖狩りは夜しかできないからね。昼間にたっぷり寝てるから平気さ。それはよくないわ。ええ、よくありませんね。なんだよ、二人して。私もカフェでお手伝いしたり、街でランチやショッピングしたりして、聖書以外の時間を楽しんでるのよ。え、てっきり教皇庁お膝元の監獄ホテルで半分囚われの身みたいなもんかと思ってた。当ホテルは
監獄ではございませんよ。リュリーティス様も昼間はご自由に外出されておられます。もしかして怒ってる？いいえ、怒ってなどおりません。とにかくアーナス様にも邪妖狩り以外の時間が必要だわ。昼の世界も体験しなくちゃ。ぜひともそうしてくださいませ。少なくとも当ホテルが監獄などというおぞましい考えは払拭されることでしょう。やっぱ怒ってるじゃん。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。そりゃいろいろあるよ。世間的にはなんで夜の君が倒されたことになってるのかとか、他のエージェントは何をしてるのかとか。でもあんたたち教皇庁って秘密主義っていうか、聞くだけ無駄っていうか、まともに答えてくれたことないじゃないか。忘れたのですか？ここは夢の中、嘘がつけない空間ですよ。いいの？そんなこと言って質問攻めにしちゃうよ。どうぞ。世間的には夜の君は初代聖女に倒されたことになってるよね。私もこの島に来るまで夜の君が生きてるなんて知らなかった。どうして事実を伏せているの？では夜の君が今も健在で、世界を二度とは覚めぬ常しえの夜で覆い尽くそうとしていると発表しろと。世界が滅びると知れば人は絶望します。
その絶望が世界の寿命を伸ばすことはないでしょう。そうだよね。最後にどちらか一つ、あなたの問いに答えましょう。それじゃあ、聖女がどうやって選ばれるのか知りたい。聖女って結構昔の人だよね。その血筋がちゃんと残ってるかなんて、実際は怪しいもんじゃないの？リュリーティスだって直系の家柄じゃないだろうし、聖女に選ばれるのって何が決め手なの？確かに聖女に選ばれるのにはある重要な要素がありますが、それを知ってどうするつもりです？そりゃその要素が台無しになればリュリーティスは聖女失格になるから。しまった夢の中でもあなたは輪をかけてバカ失礼、輪をかけて正直者ですね。バカって言ったな今、バカって言ったな。言いました。お詫び代わりに言っておきますが、リュリーティスが聖女に選ばれたのは彼女が邪妖を引きつける体質だからです。リュリーティスは妖魔に好かれる魂の持ち主なのですよ。こればかりは誰にもどうしようもありません。そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。私に礼など必要ありません。私はただ魔剣の番人として役目を果たしているだけですから。まあ君にとってはそうなんだろうけどさ。それでは次のデスタンで。おはようございます、アーネス様。おはよう、リュリーティス。あの、指輪のことだけど。はい、何のことでしょう。ホットチョコ、一つ。はい。チョコです。最高級チョコを使った当ホテルのオリジナルブレンドです。
どうぞごゆっくり。ま、いいけどさ。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナス、お前の助けになるものを送った。夜について重要な情報を知る人間だ。きっとお前の役に立つだろう。ミラダが満ちるごとに夜も満ちる。世界の終焉へのカウントダウンがいよいよ始まってしまった。終わりまでに夜の君へと続く青き祭壇を見つけねばならない。送った人間と協力し祭壇を見つけ出せ。妹思いの優しいブラザーより。くそ、もう時間がない。どうしようもないのか。まだ何か書いてある。追伸、そろそろ血が欲しくなる頃だろう。意地を張らずに強行長を頼る。何かあってからでは遅いからな。こっちはそれどころじゃないんだよ。それにもし困っても誰がお前らに頼むか。お前たちなんか頼ったら魂まで取られかねえ。ベッドメイキング？ええ、でもアーナス様、寝相がいいからすぐ終わっちゃうの。お掃除も簡単なのよね。お部屋にいないから散らからないんだわ。素敵なお部屋なのにもったいない。この部屋ちょっと贅沢すぎてさ、リュリーティスと暮らしたワンルームがちょうどよかったな。居心地よかったよね。あら、それじゃあ部屋に恋してるみたいじゃない。本当は私がいたからでしょ。それはその冗談よ。ベッドメイキング終わりましたよ。ゆっくりしていってね、アーナス様。びっくりさせるなよな。もう、
未確認生物辞典にお菓子の箱にワインに不気味の標本に女性もののアクセサリー、なんだろうこの脈絡のない感じ。おはよう、リュリーティス。どうしたの？アーナス様、いいところに。支配人さんから留守番を頼まれていたのだけど、少し困ったことになっちゃって。困ったこと？お客様がいらしたみたいなのに、チェックインもせずいなくなっちゃったの。留守だから他のホテルに行ったのかもしれないよ。あら、ベルが鳴れば私すぐ出るわ。鳴ったのは電話だけよ。電話？支配人さんから電話には出ないようにって言われてたから。電話ね。あれ、メモを取った跡がある。大観覧車の他の部分は字が崩れてて読めないな。大観覧車、もしかしたら国鳥発生区の遊園地のことかも。遊園地？このホテルの近くにはとても大きな遊園地があるの。消えた客は多分電話の内容を聞いてその遊園地に行ったに違いないな。そんな、もう日も落ちてしまって妖魔が活動しているはずなのに。どうしましょう。機密情報とか聖女のこととか何かお客様の気を引く情報が漏れちゃったのかしら。あのずる賢い連中がそんなヘマするわけないだろう。情報リークがあるとしたらわざとさ。それにさっき私の方にも連絡があったんだ。どうやら教皇庁から助っ人が来てるらしい。エージェントか一般の協力者かはわからないけど、教皇庁が派遣した人間だ。大丈夫だろう。たとえそうだったとしてもよ、心配だわ。無事だといいのだけれど。けどもしその人間が無事だったら、いよいよルリーティス。どうしたの、アーナス様。いや、少し考えてたんだ。その協力者が知っている情報って
どんなものかと思ってさ。え？夜をなくすための情報じゃないの？だって教皇庁は夜をなくすことが目的の組織でしょ。夜をなくす、そうか。聖女を使って封じる方法なんか元から教皇庁は知らないわけがない。ということは今回の封じる方法はそれとは別の聖女に頼らない方法ってことか。アーナス様、こうしてはおけない。今すぐその宿泊客を助けに行ってくるよ。危険だわ。心配ないさ。ルリーテス、君はここにいて。客人が戻ってくるかもしれないし、支配人が帰ったら事情を話して。じゃあ。でもアーナス様、やばかったら帰ってくるよね。どちらになさいますか。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは、良い夜を。
どちらになっお呼びでご。それでは、良い夜を。浄化開始。切り刻む。タッフッフッ。刈り取る。ハッフッ。おいでおいで。狩りの時間だ。ハッフッフッ。見える。ハッフッフッ。刈り取れ。とハッフッフッ。刈り取れ。シアルピエリア。これは相当手強いやつがいるな。
一般人が投げ入って無事じゃ済まないぞ。血を吸うんだ。
血をすする。
どちらになさいまお呼びでございますか。それでは、良い夜を。ペルモン！ペルモン、シャルバーザリー、エスポーレイ。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
どちらになお呼びでございますか。それでは良い夜を。浄化開始。召喚、一緒に行こう。召喚はっ、てっ、刈り取る。さあ、てっ、てっ、さあ、てっ、さあ、てっ、さあ、てっ、さち、なかなかやるね。消えた。落ちろ。ふっ、生きた。はっ、せん、さん、落ちろ。ふっ、せん、ふっ、せん、さん、落ちろ。はっ、ふっ、せん、さん、飛べ。虫の出す糸で織ったハンカチ。妖魔についてしたためられた手帳。女物の品々はどれも未使用ですが、妖魔研究の資料は使い込まれている。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あなた、本物の妖魔ね。純血の妖魔がこの地で何をしているの。さて、何でしょう。混ざり物のお嬢さん、妖魔になるか、ミラダが満ちるまでに覚悟を決めなさい。でなければお前は終わる、この世界と共にな。はあ、純血の妖魔なんて久しぶりに見た。あんなの知らないで戦ったりしたら葵一にやられるところだ。この遊園地相当まずい。迷い込んだ奴が教皇庁の助っ人じゃなきゃとっくに死んでるか邪妖化してる。まずいな、これは。フッ、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 フッ
行きた。はっせい。ふっせい。はっ。飛べ。ふっせい。はっ。飛べ。研究者の資料とラッピングされた宝石類にハンカチにコルセットか。こんなものの品はどう見てもプレゼント用だよな。これ奥さんとかいたんじゃないだろうね。後味悪いことにならなきゃいいけど。Take that!
行きた血をすすれはっ全部がトコシエの夜のかけらまずい急いで浄化しないとおおこっち来た止まれバカそんなに騒いだら
実に素晴らしい戦いだったな。俺はロイド、世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな、一山当てに来たってわけさ。ところで、命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなた、さっきの男の人？ああ、あいつなら。あんたね、私が調べてた遺跡を横取りするわ、私をおとりにして自分だけ逃げるわ、無理してくれちゃってるんですか？まあまあ落ち着いて、アルカードの旦那、最後はちゃんと助けてやったろ。アルカードじゃなくてアルカド、旦那じゃなくて教授とお呼びなさい。それに私を助けてくれたのは泥棒崩れのお前なんかじゃない。こちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認？私は妖魔研究をしておりますアルカドです。夜の君がいよいよ目覚めると聞いて、世界最後の夜を観測に来たのですが、いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡り会えるとは。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこありません。そこでぜひ君の体を調べたい。それよりどうしてこんな危険な場所に？それはこいつだ！こいつは！あんた何言ってくれちゃってるんですか？ここは私が教皇庁から聞き出した妖魔研究に最も適した場所なんですよ。それはあんたが金目のものがありそうだとかなんとか言うから心配になってついてきたんじゃないですか。白馬の王子様を夢見る真相の霊場みたいに、眠ってるお宝ってのは冒険野郎を待ってるもんなんだ。それにあんただって本物の妖魔が見たいって言ってたじゃないか。俺はこの通りナイスガイだし、あんたも黙ってりゃ美形に見えないこともないし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと思ってさ。あーた、ナンパしにここまで来たんですか？呆れた変態ぶりですね。初対面のお嬢さんに体を調べさせろなんて迫る男の方がよっぽど変態だと思うが。はあ、バカバカしい。あれは純粋な研究欲です。私の崇高な研究をあなたの汚れた目で見ないでいただきたい。人の恋愛観を汚れとか言うな。両親が愛し合わなきゃお前だってこの世に生まれてないんだぜ。はあ、さてはお前恋愛経験ゼロか？生きてきた年数イコール彼女いない歴か？ぐしゃ！研究に身を捧げたこの私を、よくもことなかれ主義者の私でも、これには堪忍袋の方がキレッキレですよ。決闘だ！ほう、やるかい、変態先生。じゃあ、アーナスちゃんを見届け人に見立てて。
お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん、支配人。宿泊客、ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。それより、心配されておりましたよ。リュリーティス。リュリーティス、今帰ったよ。アーネス、よかった。本当に。そんな、泣くことなんかないだろ。どうしたのさ。リュリュ、おいで。アーナス。寄宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私、ダンス下手だったものね。アーヌスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君へ感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーティス。何でもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーナス。もう朝か。貧血気味だな。リュリーティス。リュリーティス、大丈夫？アーネス様、あれ？行き倒れです。ああ、あれね。我がホテルの評判にも関わりますので中に入れましょう。仕方ありませんが。そうだね、仕方ないけど。
どうぞ、ごゆっくり。助けてもらったご恩はご恩としてですね。まあこの変態先生はともかくだ。なんで俺の後ろで置き去りにしたんです。別に放っといても死にそうにないから。こんな人も妖魔も見境なく盛ってる男と一括りにしないでください。研究にかこつけて村若き少女の肉体を調べようなんていうドスケベと一緒にされたくないね。ね、このメガネーズよく似てるだろう。ご兄弟ですか。とにかく一度助けてもらったご恩はご恩です。教皇庁の電話を盗み聞き偶然聞いてしまいましたが、あなたエージェントだそうですね。ここに黒の書という夜の君に関するマル秘文献があります。あなたにこれを捧げましょう。で、真っ黒になってるけど焼け焦げた古本なんか年頃のお嬢さんが喜ぶかい。女性へのプレゼントってのはこうやるんだ。王室御用達の超高級チョコレートだ。どうだい、宝石のようだろう。教皇庁の電話を盗み聞き、いやたまたま聞いちまったんだが、エージェントはチョコレートがお好きだとか。当たりだな。さあどっちがいいですか。ありがとう。泥棒のロイドさんだっけ。商人だ。こんな無差別種馬に負けるなんて。アーナスさん、あなた夜の君の情報が欲しくないんですか。この黒の書が修復できれば夜の封じ方だってわかるかもしれないというのに。夜の君の封じ方だって。この本がどうして教皇庁に焼かれたと思ってるんです。必見だからですよ。食いつきました、食いつきましたね。変態先生はまさか夜をどうこうしようってのか。いいえ、これはただの知的欲求ですよ。この世界はとうに滅びていて叱るべき世界です。それを聖女の力で引き伸ばしたってね。まあ、おおむね同感だな。女の子頼みってとこが引っかかる。それに世界の終焉なんてロマンチックじゃないか。最後の夜を誰と過ごすかなんてさ。何ですか、あんたは全部下の話ですか。ロマンのかけらもない言い方はやめろ。お前の下品はお前の責任だ。やっぱりあなたとは決着をつけるべきですね。おお、望むところだ。よろしかったらお一ついかがですか。こっちも自信作なんです。ああ、いいですね、女子の手作り差し入れ。ほら、あなたも食べなさいよ。イライラするのは糖分が足りてない証拠です。別に
女の子の手作りケーキなんて俺は食べ飽きてるんだけどな。勤務中は水しか取らないと決めていますので。あら残念。そういえばさっきのゴタゴタで忘れてたけど、これお部屋に落ちてたのアーネスのじゃない？親愛なるシスターよ、教皇庁から送り込んだ助っ人とは会えただろうか。一人だけだと心もとないだろうが、優秀な人間だと聞いている。きっとお前の助けになるはずだ。遠慮なく頼れ。誰よりも妹思いのブラザーより。あれってことはどっちかが偽物なのか。でもあのアホメガネさ、どっちもエージェントって感じじゃないけどね。リュリュはどっちが偽物だと思う？あら、偽物は私かもよ。冗談よ。
人兵器だ。ゆっくりしていってくださいね。それと、もしよかったらカップケーキ食べてね。自信作なの。やられるところだったぜ。俺はこう見えて世界を股にかける商人なんだぜ。魔法の指輪、呪いのカフス、いわくありげなヤバい品などなど、新品盗品なんでもござるだ。今までお嬢様の装備品周りは私がお世話してまいりましたが、これからはロイドさんにお任せするのがよろしいかと。うん、チョコレートもいい感じだったし、お願いしようかな。もちろん、お任せあれだ。俺の見立てた商品を一度手にしたら、よそでの買い物なんかできなくなるぜ。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、お嬢ちゃん。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、嬢ちゃん。じゃあな、嬢ちゃん。俺様に会いたくなったらいつでも来な。お二人にも困ったものですね。お呼びでございますか？あ、それでは良い夜を。ああ、アーナスさん、例のブツですが、修復のめどが立ちましたよ。例の夜の君の封じ方が載っているという黒の書のことですよ。問題はそれが本物かどうかさ。黒の書の焦げから採取した繊維は強力な火力魔法の反応がありました。こんな危険な魔法を使えるのは人間ではありえません。だから純血の妖魔の仕業だっていうのか？飛躍するにも程があるね。
とでもおっしゃい。私の手に入れた黒の書こそが初代聖書がいかにして夜を封じたかを描いた失われた聖典ですよ。これは 100% 間違いない。夜の君の封じ方が描かれた聖典か。よし、そこまで言うならこのロイド様が一肌脱ごうじゃないか。先生、その黒焦げをどうにかするのに必要な品をいいな。闇夜の鱗粉、視界の花弁、それに精霊の雨露です。ジョーちゃん、俺の方でも商人仲間を当たってかき集めてみるわ。手分けして集めようぜ。ありがとう。でもどうして協力してくれるの？そりゃ高く売れそうだからに決まってる。それに偽物だとしてもだ、研究者の先生が信じたとなりゃそれなりの値がつくんだよ。黒の書は金の亡者になんか渡しません。アーナスさん、あなたに差し上げます。ふふん、いい値で買うぜ。覚えておいてくれよ。おかわり。はい。黒の書の修復ね。期待しないでやってみるか。勉強で習ったのだけれど、聖典は妖魔が焼いたと聞いたわ。教授の持つ黒の書が本物だったら、きっと妖魔や夜の君にとって困ることが書いてあるのね。アーネス様、私新しいレシピを発明したの。でも材料が足りなくて。それってカップケーキのかな。ううん、飲み物よ。オリジナリティなの。アーナス様に飲んでもらいたくて。なるほど、飲み物か。また新たな世界の扉が開いてきたな。アーナスさんの勇気が試されてる。胃薬いるか。ん？何か言った？うん、なんでもない。それで何が欲しいの？ハニードロップよ。夜に咲くお花から採取すると甘みが強いんですって。ハニードロップは花のある場所ならどこでも採取可能ですよ。わかった。さあ、じゃあな。ええ、届いてたんだ。いかがですか？これ、いつの間に。教授にお願いして撮影してもらいました。ある種のセルバンの揚力でその場の風景をこんな風に焼き付けられるそうですよ。
教授の話では写真技術だけでなく電話技術もセルバンの揚力の応用によるものだとか。あの人そんな人のためになりそうな研究もしてるの？教授の話を聞いているとセルバンと人は案外仲良くやっていける気もしてきますよ。あの教授がね。おかげでホテルにぴったりな素晴らしい品を飾ることができました。ありがとうございました。うん、でもどうして急に何か飾ろうって気になったの？きっとお嬢様とユリーティス様がいらしたからでしょうね。止まってしまった時の中にも新しい彩りが欲しくなったのでしょう。ではそうでした。お嬢様宛ての荷物を預かっております。去るお方からです。なんで金庫なの？あ、失礼いたしました。こちらはリュリーティス様宛でしたね。後ほど部屋に運ばせましょう。私に？ありがとうございます。開けっぱなしなんて不用心だな。メモがある。何何？リュリーティス様へ、新聖女就任の記念の品として教皇庁よりこちらの金庫が届いております。大切な品を入れるのに役立てるようにとのことでございます。支配人より。金庫が記念品って相変わらずセンスないな。Thank you.
浄化開始。ハニードロップか。まずは花探しだな。私が花探しってなんか変、柄じゃないよね。セルバン来い、フッテンタン来なさい、フッテン召喚。かわいい花、こんなの咲いてるなんて気づかなかった。蛇妖狩りではそれどころじゃないもんな。そうだった、このハニードロップでリュリーティスの新作ドリンクが炸裂するんだったな。頑張ろう。ハニードロップ、役に立った？ええ、とっても。ねえ、アイナス様、ハニードロップを使った新しい紅茶、飲んでいかない？ほら、カップケーキは眠くなっちゃうからってなかなか食べてもらえないでしょ。でも、飲み物なら多分大丈夫よね。これは断れない流れ。どうする、長者。お嬢様、決断の時でございます。分かった。飲むよ、飲む。
やったじゃーん、リュリーティス特製オリジナルチョコレートティーです。さあどうぞ。派手にやらかしちゃって。そんなこと言ってやるなよバカ。大丈夫か二人とも。私は大丈夫、リュリーティスは。せっかく美味しくできたのに血が出てる。これくらい平気よ、ちょっと破片で切っただけ。ダメだよ、ちゃんと手当てしなきゃ。ほら、手を貸し。お嬢様、このハンカチをお使いください。後片付けは私がいたしますから。リュリーティスの血。アーネス様、あのね。何？これチョコレートティーに使った幻のチョコのかけらなの。お茶にするには足りないけれど、とても美味しいチョコだから、よかったら食べてみてね。私のよそ行きの帽子を知らないかしら。クローゼットにあったはずなんだけど。いや、知らないな。教授、知らない？私は未確認生物的なものしか興味ありません。泥棒に聞いたらどうです？商人だっつってんだろ。なくし物結構じゃねえか。新しいものを買うチャンスだぜ。で、どんな帽子が欲しいんだ？ん？新しいのはいいんです。よそ行きの帽子なんて使う予定もないし。ただ、ちょっと気になっただけだから。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。帽子はホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。浄化開始。行け！我が眷属！行け！はっ！セイタン！はっ！ミキタ！セイタン！落ちろ！ハッ！セイタン！ハッ！
リスペッ、ハッテイハッ、生きた、ハッテイハッ、落ちろ、ハッ、ああっ、なかなかやるね、ハッ、お呼びで。それでは、良い夜を。
浄化開始。おいで、一緒に行こう。召喚落ちろ。だが、さあ、回転だ。吸っていいぞ。はっ、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 おいで。召喚、召喚、狩りの時間だ。はっ、ふっ、ふっ、見える。
見える。タッフハッフッ切り裂ハッセイスラヌフッセイタッ一戦一戦フッセイタッハッセイタッ落ちろハッセイタッお呼びで。それでは。お呼びで。それでは。浄化開始。
我が剣族セルマン、狩りの時間だ。シアルフィエリア、シアルフィエリア、一緒においで。
Shall all stay here? Careful, Elsel! Free! We love you with this, Fem Princess! リュリーティスったらこんなところに置きっぱなしにして、うわっ、な、待て、寝床になってる。見つけてくれたのね。あらら、待っててね、こいつ叩き起こすから。このままでいいわ、こんなに気持ちよさそうに眠ってるんですもの。そんなこと言ってたら、大事な帽子このまま巣に持ってかれちゃうよ。いいわ、帽子はこの子にあげる。リュリュってばお人よしだな。あら、人のこと言えないじゃない。そうかな。そうよ。
こんばんは、お嬢様。支配人って素早いよね。カフェから闘技場までまるで一瞬で移動してるみたい。お客様のご要望に応えるのが支配人の務めでございます。先回りなど当たり前ですよ。私の要望を先読みしてるんだ。それだけじゃない気がするけどな。アーナス様、教皇庁から小包が届いたのよ。ワインボトルみたい。お部屋にあげる？それ血だから受け取り拒否でいいよ。教皇庁に餌付けされたくない。そうだったの。持って帰ってもらうようにするわね。支配人と話してたのはそのことなの？いや、支配人が一瞬でカフェから闘技場に来るからさ、どうしてかなって。ああ、それなら。なんでかな。いいよ、大方支配人だけが知る秘密の通路みたいなのがあるんだろう。別にそんなの使って逃げたりしないからさ。それがお嬢様のお心なら、私も安心して見守っていられます。見守るね。闘技場へようこそ、アーナス。お嬢様、それではお嬢様、ご分運を。来なさい、さあ、セルバーゲットして来なさい、ハッテイクラグ。ゲットポッ、ハッ、ハッテイク、ハッ。お呼びでございますか。それでは良い夜を。
お呼びでございますか。それでは、良い夜を。浄化か。一緒に行こう。狩りの時間だ。フッセイスララ。フッセイタン飛べ。は生きた。フッセイタン。食事の時間だ。狩りの時期召喚。おいでおいで。フッテイタン落ちろ。フッテイタン飛べ。フッハッハッフッフッタンフッ。吸っていいぞ。
食事の時間だ。はっふっふっ見える。はっふっふっはっふっふっ。カリカリャー！
バルト！と、テレビアー！はっ！油断した。お呼びで。それでは。